あ、こんにちは。うちにあったキーボード、ヤマハのキーボードがあったんですけれど、それが、壊れてしまいまして、代わりにですね、ローランドのジュノーの GI を、入手しました。では、早速、開封してみたいと思います。電源はね、そうですね。今日はオンラインセミナーでファンタムマスター取説ですね。じゃん、こんな感じですね。サウンドモディファイ、ここはレコーダー部で、そう、この辺は、音色の選定かな。で、ボリューム、キーボードのコントロール、これ USB メモリーとかを、なんだろう、USB メモリーって書いてあるな。ソングプレイヤー。USB メモリーをここに挿すんですね。ここにパワーボタン。USB コンピューターにつなぐ、プラグ、それからあと、そのクリックアウト、オン、この辺が外部出力ですね。これがペダルで、これがミディのアウトインで、ギターをここに接続することができますね。で、ラインアウトがついていると。では、セッティングが終わりましたんで、早速音を出してみようと思います。今回つないでるのがアウトプットなんですけど、ライトチャンネルをベースアンプにつないで、で、それで、レフトチャンネル、これモノチャンネルなんですけど、それをギターアンプにつないでます。ちょっと私キーボードのアンプ持ってないので、とりあえずその2つで、ちょっと代用してみたいと思います。では、電源を、よっしゃ、いった。ローランド、クイックベルというのは最初に選ばれてますね。ボリュームをちょっとギターアンプの接触があんまり良くないみたいですね。ベースアンプ、
これピアノ。Thank you.
私キーボードはド素人なので何をどう弾いていいのか分かんないけど、スティービーワンダーみたいなことは多分出ると思います、こういうことすると。それから今のはコードが何やら何やら、ベース、これはアコースティックベース、かかってますね。スラップベースとギター。あとブラス、
リバーブだ。
マシンセパッドで、これが、FX 効果音。エラスティックシンセ。メガトランス。
ほど。アルペジオ。しながら、アップダウンで、これが C シャープ D E フラット E、 簡単にできるようですね。ちょっといろいろいじって遊んでみたいと思います。ご視聴ありがとうございます。